1950年代頃に撮影したと思われる、大人鉱山インクライン高校仮の川台風、直後の仮設橋と大人鉱山大人鉱山は、静岡県伊豆市ウリューノにあった金山である、大人金山とも言う、伊豆の国市との境界があった仮の川のほとり、大地上にある、ウリューノ地区南方の柳沢道と呼ばれる、有字型の谷が、主な金の採掘場であり、 この谷の入り口の正方斜面に象徴的な浮遊船工場が存在していた。なお、江戸時代には、雨竜の金山と称されていたが、昭和時代の再開時に隣接する八幡工場などを併合し、狩野川を挟んで、大人町に隣接していたため、大人鉱山と解消された。鉱床は、典型的な熱水鉱床で、主要鉱物は、自然金。他に、石英。 高鉄鉱、千亜鉱校が副産物として産出される。また、校内からは温泉が湧き出している。交渉は、ブリューノの他に、ヤワタ、ヨコゼなど。天正年間に発見され、伊豆金山の開発に注力した江戸幕府金山奉行、大久保長安によって、慶長年間に最盛期を迎えたものの、その後は、旧山下。昭和期の再開時の炭鉱の際に、 校内から当時の交付の私物と見られるキセルなどが発見されている。1933年、帝国産金工業株式会社が既存の工具を買収し、大人鉱山として創業を再開する。当時、国策によって金鉱山の開発が奨励されており、銅鉱山の開発もそうした現れの一つであった。銅鉱山は隣接する零細鉱山を買収すると、 共に、金鉱石の処理能力を高めるため1936年には1日100トンの鉱石の処理が可能な浮遊船工場を建設した。ここで処理された金星鉱は、伊豆箱根鉄道の貨物列車で、茨城県日立鉱山に運搬された。戦前の最盛期には、地産鉱石の他に、大人鉱山周辺にある、零細の金鉱山からの売り鉱も受け入れていた。なお、 大人鉱山は、鉱の前鉱山や持ち越し鉱山、同じ帝国産金工業が保有していた北の大鉱山に見られるような精錬及び金地金の生産は行われなかった。1935年、鉱内をボーリングした際、温泉が流出。この温泉を鉱山労働者向けに供するべく、公衆浴場が建設された。さらに1942年には、 鹿野原港の採掘中に温泉が噴出し、一時は創業がストップするまでに至った。これを活用すべく、鉱山労働者向けの公衆浴場を改装して、観光客向けにも開放した低三角と呼ばれるヘルスセンターがオープンした。また、隣の大人町に1940年に開業した大人ホテルにも急登された。戦後、この温泉は、 低山角と大人ホテル以外の周辺宿泊施設にも供給されるようになり、大人温泉が形成されることになる。また、戦前には鉱山付近を低山台と称して、温泉付きの分譲別荘地として売り出されたこともあった。国策の金奨励もあり、規模を拡張して金の増産に努めていたが、1943年に金鉱山整備令が敷かれると、 大人鉱山も整理の対象となり、金の採掘、先行を中止した。ただし、同性連用の含む金計算工は小規模に採掘されていた。先行上の施設はすべて他の鉱山に転用され、先行上及び、鉱道の一部はダイキャスト工場に転用された。鉱道は地下工場として改装され、航空機部品工場の建設も計画されたが、中止となった。 戦後もしばらくは、機材の喪失で創業をストップしていたが、1949年に先工場を再興して、創業を再開。金生産に加えて、戦時中に始まったダイキャスト事業の二大体制で、再スタートを切った。しかし、金の価格低迷、人件費の上昇、施設の老朽化などで、コストがかさみつつあったため、採掘は、昇給止を繰り返していた。 1958年には、狩野川台風が、伊豆半島に襲来し、雨流の地区に、甚大な被害をもたらした。同工産も、施設の倒壊や職員社宅の流出などの打撃を受け、さらに校内に浸水して、霧派が水没するまでに至った。施設の復旧に尽力したものの金価格の低迷や、資源枯渇などもあり、創業休止を繰り返し1973年に、 正式に閉山した。閉山後も、ヘルスセンターとダイキャスト工場は1990年代まで創業を続けた。特に、ヘルスセンターは戦後、低三角から低三ヘルスセンターに解消した。経済成長に伴って、施設の拡張が続けられ、ジャングル風呂や黄金風呂、温水プール、旅館部門、釣り堀なども開設されたが、 施設の老朽化と入場者数の減少により、1990年代に閉鎖された。閉山後、鉱山跡地にはゴールドタウンと呼ばれたミニ遊園地が作られた。これは、西部劇やゴールドラッシュ時代のアメリカを模したものであり、また、主要行動が通っていたヘルスセンター付近に連絡用のトンネルが作られて、行動内部の見学も可能であった。ミニ観覧車や、 ウォーカート、日本各地の鉱物標本を集めた販売所も存在していたが、早い時期に閉鎖されている。ウルウー地区に面した位置に存在していた、大人鉱山のシンボルである大規模な浮遊船工場をはじめとして、変電所、倉庫、シックナー、事務所等はすでに解体されていて現存しない。職員社宅は、ウルウの地区と仮の川対岸の横瀬地区にあったが、 戦術の仮の川台風で流出しており、現存しない。採掘場のあった柳沢道には、江戸期と昭和期の高校が残されているが、後日の地震観測地点用の高校以外はいずれも、ブロック等で封鎖されている。また、この一帯は、再開発されておらず、手戦場などの鉱山施設や山の上社、戦術のゴールドタウンの建物、 戦後の再開直後に書かれたとされる作家、武者の工事下根厚の鉱山記念碑、大久保長安記念碑などが残されている。しかし、長年の放置によって風雨にさらされるなど荒廃が著しい。大妃と鉱山の行動の一部は名古屋大学の地震観測地点として2016年現在も使用されている。現在、同地では温泉施設、 伊豆温泉村が営業しており、鉱山の敷地一帯が、この施設の運営会社に売却されている。2000年頃までは、ヘルスセンターを含め鉱山施設の多くが廃墟として残されていた。人里離れた山の中に存在することが多い、鉱山系の廃墟において比較的交通の便が良く、仮の川の対岸からも望むことができる、山の斜面に立地していた、旧富裕線工場は、 象徴的であった。先行上頂上部の低山王紀と金山と描かれた巨大な看板は、閉山後に貼られたとも言われ、良くも悪くも廃墟ファンを引き付けていた。浮遊先行と重点採掘法を採用していたので、ズリはほとんど現存しておらず鉱物ファンは少ないが、浮遊先行上の他にも手洗場や変電所など、 鉱山施設も数多く残っていたため、鉱山ファンの来訪も多かったようだ。また、映画やテレビドラマのロケ地、写真撮影の格好の被写体として利用されることもしばしばあった。浮遊先行場はコンクリートでできた海岸上の基礎の上に木造のトラス構造で構築されていて、数千枚に及ぶマラス窓で構築されていた。しかし、 平山後は特に保存策も講じられぬまま後輩が進み、窓ガラスはほとんど割れ、内部は侵入者のゴミで溢れていた。晩年には、頂上部付近で放火と見られる不審火が発生した。建物そのものは一部半盛であったが、大きな大人鉱山の看板は、完全に焼け落ちてしまい無残な姿をさらした。こうしたことや後地再開発の思惑から、2001年頃に、 仮の川に面する付近に存在する旧鉱山施設群は閉鎖されたヘルスセンターやダイキャスト工場と共に解体された。現在は山の斜面に浮遊線工場のコンクリートの基礎が残されているのみとなっている。なお、保存策が取られている旧鉱山の線工場としては北海道、糸向か鉱山が挙げられる。同線工場は保存状態が良好であり、 ルベシベ町の文化財に指定されている。ただし現在も工場構内にあるため一般人の見学は不可能である。ありがとうございます。